空地中央バス。空地中央バス株式会社。空地中央バスは、北海道滝川市に本社を置き、バス事業などを行う北海道中央バスグループの企業。空地地方北部を中心に営業していた、北海道中央バス、深川営業所の分社化により設立された。深川市を中心とする空知地,地方北部では、北海道中央バスが1949年、 昭和24年9月1日に、滝川地方営業部、当時の参加に位置する深川営業所を深川市一安町に設置し、営業を行っていた。その後営業所は1960年、昭和35年9月15日に、深川駅前へ移転した後、1965年、昭和40年10月21日に、深川駅より少し離れた五条8番に、 バスターミナル施設設を併設の上で移した。1984年、昭和59年3月31日現在、深川市内に発着する北海道中央バスの一般路線系統は以下の通りである。深川営業所管内では過疎化の進行などによる利用客の減少が著しく、路線維持が困難な状況に陥った。1988年、 昭和63年3月をもって、チップ別線を廃止し、モセウ市町営バスに移管するなど合理化をメルに至り、地域に密着した営業体制を敷くべく、1990年、平成2年2月6日に、北海道中央バス100%出資の子会社として、北空地バス株式会社を設立。同年4月1日より、北海道中央バス、 深川営業所の業務を譲り受けし、営業を開始した。北空地バス営業開始時の路線系統は、以下の通りである、当期のみ運行する路線を除く。北海道中央バスが運行し、深川市内に乗り入れる、一般路線は、滝深市線、男を経由、特急がん朝旭線、特急滝旭線、足、旭線となり、 両者が並行する区間及び深川ターミナルを経由する北海道中央バス路、高速路線を含むでは、北空地バス発行の乗車券で、北海道中央バスに、北海道中央バス発行の乗車券で、北空地バスに乗車可能とする共通乗車制度が取られた。すべて北海道に所在。1965年、昭和40年10月21日の深川営業所。 新築移転時に乗り場を併設し、バスターミナル機能を持たせた。3階建てビルのうち、1階に窓口や5カ所の乗り場を設置。2階は貸しスペース、3階は女子料となっていた。北空地バス発足後は、北海道中央バス所有のままで借り受ける形を通り、管理を行った。老朽が激しく補修費が経営を圧迫している。 ことから閉鎖する方針を示し、2007年、平成19年7月31日をもって閉鎖され、施設前に路上停留所の5条8番を設置、深川営業所は現在地に移転した。閉鎖時点では建物の解体時期などが決まっておらず、テナントの一部は営業を継続したが、2008年、平成20年4月21日をもって、 営業を終了し、同年10月に解体が始まった。1968年、昭和43年12月11日に開設、乗り場は1カ所であった。1995年、平成7年4月1日に廃止された後はターミナル、前の路上に停留所を設置した。一般路線バス車両は2017年、平成29年3月31日現在で20台。 滝川営業所6台、深川営業所14台保有。2019年、平成31年4月1日現在の運行路線は以下の通り。2019年、平成31年4月1日本格運行開始。両方向とも、深川市立病院前、始発、深川駅経由、深川市立病院前、経由、深川駅行となる。 2015年、平成27年11月1日から同年12月30日まで、深川市地域公共交通活性化協議会が主体となり、空地中央バスが受託する形で、市内循環線の運行と西北星線の延伸が行われた。市内循環線は、深川市内線の一部便を振り返る形で、で、明けの団地先回り、 拓殖大学先回りそれぞれが運行された。深川市内線と異なる点は、深川市立病院前から、深川十字外館で、深川駅前立ち寄り、4条11番、明けぼの団地間の往路、袋で別経路、拓殖大学方面乗り入れなどがある。2018年、平成30年4月1日より、再度の試験運行が1年間行われた。従前と同様に、 深川市内線は運休となる。運行経路は本格運行と同一。2015年、平成27年主権運行との相違点は、拓殖大学乗り入れ取りやめ、北光団地方面から中心部へ戻らず、鉄歩を経由し、深川西高校へ至る、などがある。深川市の中心市街地や深川市役所を経由し、郊外の明けぼの団地を結ぶ路線。 西北西系統は11月1日から3月31日までの平日のみ運行。かつては通年運行していた。深川市立病院前引く明保の団地間は同一経路で運行。深川市内線、休止中は一部異なっていた。明保ぼの団地から沼田線の経路に入りチップ別役場まで直通運転する系統や、明けぼの団地から 深川第一病院を経由して、深川ターミナルへ向かう系統も存在したが、いずれも2003年4月1日のダイヤ改正で廃止された。多度市線の深川市役所多度市間は、新名線と競合する。ただし、途中の経路は異なる。西北保守線は循環線2015年度、試験運行時に一部便を深川成功前発着とし、 深川市立病院前から西北星までは通常の経路で運行。当期間の通学リーベン製工場から試験運行終了後も延長運行を継続した。以降、試験運行期間外及び本格運行開始後も一部便が深川製工前発着となっている。分社前は男を経由、不留経由ともに滝新線と表記していたが、分社後は 雨流経由の未公式サイトや配布用時刻表で、深滝線と表記している。両系統ともに、滝川市内の一部区間で、中央バス、滝川市内線、滝川ふれあいの里線、滝新線などと競合するほか、雨流経由は、滝川ターミナル雨流追い分け、追い分け市街間で、中央バス滝川北流線と競り、ただし滝川駅前雨流間の経路は異なる。 男経由は交差都庁一丁目男分岐転換で、道北バス、沿岸バス、旭川留萌線と競合する。深川市郊外の男地区を経由し、運行経路の大部分が国道12号に沿っている。空地中央バスの路線では唯一、深川十字街停留所を経由しない。深川、エベオツ間は、北海道道47号深川流線。 国道275号を経由し、モセウシ町、ウリュウ町を通過する経路。収めない深川滝川や、旭川深川モセウシ商工前、現、モセウシ診療所など、区間便やた路線直通等も設定されていたが、2003年4月1日までに、相次いで廃止された。かつては、深川ターミナル北流役場間の運行を基本としつつ、一日数便。 深川ターミナル北流役場流西という系統も設定されていた。北流役場北流温泉間は中央バス、滝川北流線と競合する。経路の大部分が国道233号に沿っている。並行するルモイ本線よりも運行本数は多く、かつては日中を中心に30分間隔で運行していた時期もあったが、利用客の減少により、 減便が進んでいる。深川十字街2条3丁目間で、東北バス、沿岸バス、旭川るも移線と競合する。運賃は、それぞれ独自に設定しているため、両者で運賃が異なるほか、一部の停留所は、同じ場所でも名称が異なる。1997年、平成9年4月1日より、北海道中央バス特急滝旭線 滝川深川旭川が普通便となりに車運行体制となっていたが、北海道中央バス便は滝川深川間の移管による深川、旭川間への短縮を経て2004年、平成16年12月1日に廃止され、空地中央バス運行に一本化された。2018年、平成30年6月21日の旭川ターミナル廃止により、 旭川駅前バスタッチ発着に変更し、旧ターミナル前に一条7丁目停留所を新設。乗車券発売などは、道北バス、旭川駅前営業所が行う。深川十字街旭川間で、道北バス、沿岸バス、旭川も萌線と競合する、深川十字街カムイコタン神社前間の経路は、異なるほか、カムイコタン神社前から旭川ターミナル間は、 北海道中央バス、足朝日線とも合する。内ちへマイナス内帯部分岐点間は、道北バス、沿岸バス、朝日変川るもい線と内帯部分岐点更新間は、北海道中央バス、足朝日線とそれぞれ競合する。貸切バス車両は13台保有。事業は通常は、札幌海輸支局管内全域。 旭川運輸支局管内のうち旭川市、深川市、留萌市、富良野市、石狩国上川郡、宇流群、空知郡、増毛郡、留萌郡、有仏郡、室蘭運輸支局管内のうち戸間小牧市、有仏郡での発着が認められているが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による有料事業者に限定した営業区域の弾力的なようにより、 北海道全域となっている。冬季を中心に、拓殖大学北海道短期大学の学生用、送迎バス運行を受託するほか、2003年、平成15年から2006年、平成18年3月31日まで、アグリ工房マーブの送迎バス運行を受託していた。深川市、宇田市内市が保有するバスの運行、管理を受託する。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。